ただいま、やっていきましょう。ラクリモ、違う、イース8、ラクリモサオブダーナちゃんですね。やっていこう。本日のラクリモサの意味は、特に意味のない言葉です。はい。特に意味はない。そうね、どこぞのオカリンが言ってた言葉ですね。うん、ダーナちゃんの造語だと思われますね。うん、エルプサイコングルー。よし、やっていこう。さあ、前回の手汗引きずってんだけど、まだめっちゃ怖いんだけど、カエル様怖すぎんだけど。あ、おい、セーブされてないからあそこ降りてないことになってる。マジ、え、ロケーションも撮ってない。マジ、うーわ、マジかよ。リトライしちゃったか、そのうーわ。わかりました、わかりました。全部やります、今から全部やります。オールカットです。前回やったの全部やります。いきます。ここどこだ、ここどこだ。なんか新しいマップに来た気がするな。ロケーションポイントのあったところ、もすでに2人死んでるんですけど、ロケーションポイントのあったところのカエル様の右側に行くとロケーションポイント、左側に行くとお宝発見、左側に行くとここにたどり着いた。カエル様がいる。あー、そっちのマップか。わかりました。ロケーションポイントなんか回収してたんで、まあいいでしょうっていう感じなんでしょうね。じゃ、これで一回水晶でセーブ。 OK、 水晶でセーブ。じゃあ次のとこやってきます。さあ、下ろしてきました。下ろした上で、水晶でセーブしてきました。さあ、これで、あとは前回外側に行ったところにもう一回行くだけですね。これから落ちる方が早いんですか。これで行く方が早いと思って、行って、ここだっけ。これは邪魔なので、ここだね。で、これは開けてる。ここはセーブしてあるのか。はい、アドルビーム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 、で、明るくして、ほい、で、進んでって、明るくして、これを回収しといて、で、こっちね、ヒュンメル運び屋。そうだね、運び屋、運び屋っていう字面がどうしても遊び屋に見えるんだけど、遊び屋、遊び人に見える。花は回収しとこう。花は復活薬を作れるんでかなり有用です。葉っぱ集めても花になるっぽいけどね。5個集めると上位のグレードの花にしてくれるっていう倉庫じゃない。さあ、で、はい、邪魔、ヘイ、まだいる。ダクシャビー、ただ入り口だからカエル様はまだそこまでいないとは思うけど、さあ、こっからカエル様がいるっていうのと、気をつけなきゃいけないんだけど、はい、ダクシャビーで、これをやって、カエル様はそこにいるんだけど、どこに行けばいいんだこれ。そもそもカエル様を超えれたんだよね、っていうか超えていけたので、こっちのカエル様も超えていけるのかな。 OK で、ここを明るくして、まだいるのか。いい、カエル様端っこにしかいないよね、壁になってるだけだから。で、あの奥もなんかあるな。ふい。で、あー、水晶だ、やった。え。あー。はい。どうやってパロは。はい。パロはどうやって来てんの、ここに。あー、現役戦か。水晶取れたし、行くか。ここ来れるもんね。じゃあ行きましょう。現役戦やりましょう。そっかそっか、水晶を取ったから来たんだろうけど、なんで洞窟に聞こえるの、パロの声が。それはいろいろおかしくないか、ファルコム先生。ファルコム先生、それはおかしいと思います。まあ、現役戦やっていきましょう。現役戦楽しいしな。じゃあこれで、料理しとくか。料理しとくか。釣りしてないから料理作れない。作れる。オッケー。よし、完璧だ。ちょっと下準備だけします。あれ、なんか言い出した。キルゴールさんが調合書を見つけたのですねって言い出した。さっきのやつか。図解が丁寧なので十分解読することができそうです。これはきっと役立ってみせますよ。作れるのが増えるのか、そういうことで、目薬。
目薬はどういう効果、まあ、暗闇払うのかな。失われた視力を取り戻す契約。そうだよね、失われた視力って言い方に。うわー作れねえ。あ、瓶がないだけか。それではまた。はい、了解了解。なるほどね、そういうことね。ヒュンメルがいる、ヒュンメルがいる。ここを襲撃するとは獣たちもなかなか鼻が利くな。だがここに俺がいたことはふーっとしか言いようがない。どんな形でも世話になってる以上最低限の働きはさせてもらう。仕事人だな。仕事人だな。あ、仕事人とフェリックス混ぜた感じか、イルカさんと。微妙だな、なんか。微妙だな。うわ、ラクシャちゃんが、ラクシャちゃんがなんか不良になった、不良娘になった。不良になっちゃったラクシャちゃん。どうしたどうした。何つけてんのそれ、何つけてんよ。トギたちに手を貸すのですか。いや、なんかそれらあなたの方が気になる。トギがあなたのことをお人よしと言っていましたが、迎撃戦に参加することは私も賛成です。せっかく皆で築き上げてきたこの村を好き勝手にはさせません。そっち、なんか肩についてる何よね、何よ。あ、ここは変わんないんだ。そっかそっか、変わんないんだ。装備のね、仕立て屋で作れるようになったから、プリティレディとかハグハグビンカードとかつけたら、あー、そっちの方で、あー、なんで髪の毛の色まで変わるのこれ。これなるほどな、この髪でしばらくいくか。これはこれで可愛いな、これはこれで可愛いな。じゃあアドルとかでも色変わるのかこれ。赤髪のアドルじゃなくなるの、そういうこと。あー、材料が1個足りねー、うわーみたいな、これ。これみんな変わるのか。なるほどな、ヒュンメンの姉じゃねえかよ。どういうことだよ。これそういうことか、見た目変更か、髪の毛まで変わるのか。これは楽しみだな。あー素晴らしい、なんかすげえいっぱい豪華になってる、ここ何これ、すげえ豪華になってるし、ここらへん。そっか、でも最高ね、ありがとう、ありがとう、アリスンちゃん。ヒュンメンさんですか、何か思うところでもあるのでしょうか。少々近寄りがたい感じですね。それにしても今朝は本当にびっくりしました。ガーラン教が尺をしろと言いながら女性用の休息所に遠慮なくズカズカと入ってこられて、あいつあいつですが、カトリーンさんがいてくださって助かりました。カトリーンさんはやっぱ強いのか。そっかそっか、もともとガーラン教と喧嘩したの、まさかあのガーラン教にもビンタするだなんて思いもしませんでしたけどね。そっか。そっか、なるほどね、そういう一幕があったのか、知らないところで。なるほどな。それでカーラン教はあそこでなんか治療されたの、そういうこと。なんか治療されたんだよ、それでここで治療されてんの、この人は反省してんの、なんかしょぼんとしてんの。そういう意味じゃないか。そういう意味なんか、そういう意味なんか。あの無礼な女め。5つ覚えているがいいである。なるほどね。どう思いますキルゴールさん、カーラン教は少々興奮なさっているようです。まあ、じきに落ち着かれるでしょう、心配はいりませんよ。そういうことがあったのか。なるほどな、これ面白いな。ここってなんかできるの、できない。そういえばさ、見忘れたけど花壇がどっかにできてんだよね。花壇のなんか、花壇もできましたよみたいな感じのあったよね。どこにできたの知らないけど、見当たらないんだけど花壇だけ。どこできたのかな、上かな。ここは違うもんね。ビンタしたのね。カトリーン様ビンタしたの。なるほど、これから獣が退去して襲ってくるわけね。なら私も鍛冶屋としての誇りを胸にこの土を手にして戦いましょう。あなたたちもどうか自分の獲物を信じて頑張りなさい。カーラン教には一切触れない。カーラン教にはもう興味ないっていう感じですか。なるほどね、ここはみんな強化したね。作れるの増えたりしないよね、イベントこなさないと食えないっぽいからね。そっかそっか、花壇どこよ、花壇ってどこにできたの。ここじゃないよね、船長上にいるのかな。そしていねえわ。そっかそっか、そういう感じか。なんか面白いな、そんなことがあったのか。花壇はここなんだね、花壇はこっち側にできてんだ、日当たりがいいからかな。でここに柵があると。でさ、俺びっくりしたんだけどさ、なんかいるんだけど、なんかいて、銅像かなんかかなと思ったらさ、トークって出るんだけど、どういうこと、どういうことなの、誰なの君、
パロ、いつの間にお前進化したんだ。レベル27レベルとかになったのか。ハシビロコウ、ハシビロコウ、なんか喋らないやつだっけ。あまり喋らない、動かないやつだっけ。ハシビロコウ、立派なハシビロコウがこちらをじっと見つめている。どうやらいつの間にかこの漂流村にやってきたらしい。もっちゃんかいろんなもの来るな、この村は。何、ダウンロードコンテンツ管理人とか。ここが気に入ったのか、このまま居続くつもりのようだ。ぐわー、お腹を空かせているのかもしれない。魚だけでもあげてみようか。あ、いいよ。あ、そういうキャラ、そういうキャラなの。魚あげよう。いっぱい釣ってきてるよ間でいっぱい釣ってるからな。はい、ガーベス、ガーベス、コック、飲み込んだ。わあ、喜んでくれた。物足りない、他もあげてみよう。これあげればいいのかな、どんどん。はい、なんかアイテムくれる感じ。いまいち物足りない。いっぱいいろんな種類あげるといいのかな。そういう釣りのイベント用のやつってこと。まだ物足りない。5匹ぐらいあげるとだいたいアイテムくれるとか、そういう感じ。5種類ぐらいあげると。釣りの餌も、あ、満足してくれた。シールドピアス、なぜなぜはい、ボレー。珍しい魚あげると強いアイテムくれるみたいな感じでもあるかな。種類だよね多分。はい、次は10個かな。ここはまだくれない気がする。そうだよね、他の魚も必要なのか。なるほどね、釣り用のやつですね。なるほどなるほど、そういう感じですか。あー、なるほどね。こういうのも増えてんだな。サハド、見当たらないと思ったらお前ここにいたんか。ここにいたんだ。お、アドルも来たのかこの見張り台が早速役に立ちそうだぞ。よし、これでも目には自信があるんだ。漁師だもんね。どれどれ、どっちから何匹来るか、私が教えてやろうじゃねえか。いや、教えてよ、教えてよ。13、14、16。うん、なんか飛ばしちまったような。細かいことはいいよな。そんな数あんま関係ないけどさ、だいたいおおよそ20、30どれくらい来るみたいな感じで言ってくればいいけど、13とかそんな少ないのかなっていうか、それぐらいだったらへでもないけどな。やったやった、倉庫で作ったらいけるようになった。繊維、堅牢の皮、あ、でも倉庫で繊維使っちゃうからサハドのいけるかな。とりあえずアドルのやつね。さあどうなる、不良になるのか。アドル、赤髪じゃなくなるのか。あー、やっぱ赤髪は変わらないんだ。赤髪は変わらずにこういう感じなんだ。赤の基調だったのが緑っぽくなるのか。レイジ君配色になるのね。なるほど、あんまり似合わないな赤の方がいいな。アドルは赤の方がいいな。なんかこれは外しとこう。こっちの方がいいね、はい、この方がいいね。サハドのやつ作れるかな、やってみよう。あー、ダメですね、これが4つ作れないんで、サハドは次回ですね。ヒュンメルと合わせて次回という感じかな。うん、なんでラクシャちゃん髪の毛の色まで変わるの。それはおかしくないですか。髪の色変わるのはもう染めてますよね、ラクシャちゃん。やっぱ不良娘だな、ラクシャ。不良娘になっちまったな。さあ、一応船長にも話を聞いとこう。またしても獣の襲撃がありそうなのだ。守りを強化しているとはいえ、君たちがいてくれると心強い。海岸の迎撃は任せたと。あ、そっちばっかで、海岸ばっかなの。地図はね、こっちじゃない、こっか。ここで確認できるけど、あとちょっとですね。 19% なんで、 10% ごとって言ったんで、まだもうちょっとですね。パロは、ヤッホーヤッホー、よく来たな、アドル。漂流村ちょっとだけピンチだぜ。早く戦い終わらせろよ。いいか、俺洞窟前来てやったんだから。なるほどね。で、ドギーで漂流村を強化ってのが増えているので、強化できるなら強化しておきましょう。でこい優秀だよね。投石って自動で動くの？あ、自動か。自動か。スタン効果は大きいな。あー、カニの鎌、カニの鎌。バリケードは作りやすい。あー、デコイ意外に作りやすい。なるほどね。強化レベル、あ、強化レベルか。設置数を増やす。あ、なるほどね。これ設置した分だけ全部増えるのかな？
バリケードは簡単そうだから使う、作るか一回。はい、オッケー。完成だ。設置数を増やす。あ、簡単だから増やそう。ほい。完成だ。とりあえず守りより。で、デコイはすごい優秀。オッケー。完成だ。まだ増やせる。増やそうか。なんで肉が、ああ、そっか。吊るすからか。肉を吊るしてるんだ。なるほどね。ちょっと待ってな。デコイを毒デコイで改良する。そんなあんの？そんなあんの？強化しよっか。はい。オッケー。完成だ。この強化率は毒デコイに引き継がれるんですかね。とりあえず全強化しておきましょう。完成だ。アイテム余ってるしね。オッケーオッケー。鉄で作った柵になってんのかなこれで。まだいけんの？え、これ結構いけるんじゃないの？あー、なんか必要素材変わったのか。透析機とか作りたかったけど、カニか。俺がしばかないとダメだね。なるほどね。じゃあ水晶で、記録してセーブもしてやっていきましょうか。じゃあ迎撃戦ね。ちょっと時間だけ確認して、どれくらい時間があるか確認してやっていきましょう。微妙ですね。10分か。10分でできるか。話しよう。おう、アドル。救援に来てくれたか。お前さんがいれば100人力だ。今回は見張り台のおかげで、早めに察知できてな。まだ少し余裕がありそうだ。お前さんもしっかり準備を整えてくれよ。整えてきたよ。じゃあ、やろうか。はい。いいよ。カニか。カニか。青き海からの使者。村が再び獣たちに取り囲まれた。時半と手分けして海岸線を守りきる。スキル使い放題だからな、結構。優勢だと SP がめちゃくちゃ上がる感じなんで。あー、不良娘。不良娘。バリケードめっちゃ増えたな。海側から来るの。オッケー。行くぜ、落車ビームを食らわしてやるぜ。おいよ、落車ビーム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 、落車。あ、でもさすがに SP なくなるのか。待って、サハロが欲しい。硬い硬い硬い。いい、サハドビー、サハドビー、サハドビー。他にいる？どっかいる？ミニマップを見ればいいのか。上から来てるね。あー、鳥さんだ。ってことは落車ビームだ。落車ビーム、飛行部隊には落車ビーム。サハドです。サハドバンチ、サハドビーム、サハドビーム、サハドビーム。で、お次は？まだ来てない。オッケー。はい、天気予報告。アイテムが落ちるの嬉しいな。上からなんか来てる。鳥か。落車ビーム。そんな突進効かないぜ。いい、いい。カニもいるね。鳥が一番厄介なんで、多分突進してくる系の方が厄介なんで。落車ビームじゃないわ。サハドビーム、サハドビーム。で、上になんかいるな。デコイにかかってるんだ。鳥か。デコイはなんかそういう意味ではいいも悪いもいろいろあるから止めちゃうのがある。はいはい。変わらん今日、変わらん今日。働け、働かざるも食うべからず。変わらん今日で、どこ。はいはいはい。よいしょ、よいしょ、出張。ここはまあ余裕だね。第一ウェーブは余裕だけど。はい、やめろ。あ、おい、ドギ、こんにちは。ドギ、ドギ、ドギ強えんだよな。ドギ一瞬で全滅させるからな。強いんだよ。やめろ。オッケー。で、こういうやつ全部ぶち。オッケーオッケーオッケー。割とうまくいけた。オッケー。さあ、第2ウェーブです。キルゴールさんと、アリスンちゃんはまだ本気出してないのか、今回。バルバロス船長ね。基本バルバロス船長じゃない。この上いける？あ、いけるんだ。いけるんだ。どっから来る？海からカニが来る気がする。落車ビーム、落車ビームで、サハドビームだ。サハドビーム、サハドビーム。これで OK。で、来てるね。受け取ってください。ありがとう、回復か。ありがとう。それは嬉しいな。回復はどんな時も嬉しいな。で、海は OK。なんか今、海左から来てたけど。なんだ、カニか。カニは何をやってんだ、お前は。やめろ、カニは。はい。鳥がなんで海から来るんだよ。どういうことだよ。
海側から取り来るってなんだペンギンかあいつは。で、で、おお鳥ね。落射ビーム。鳥も突進が多いからやだな。鳥って鳥突進多いから不意で殺されるからやだ。あそこね。鳥とカニね。落射ビーム、落射ビーム。はい。アドルビーム。どこあと。そこか。カニね。サハドンドン、サハドン、サハドン、サハドン。必殺技久しぶり。暗い暗い暗い。こんなんだっけ。怒りが落ちてくるね。怒りを食らえ。ドーンだよー。イエー、ドーンだよー。連続そろそろブレイクしろよー。ブレイクしたよー。イエーイ。オッケー。カマくれない、カマくれない。カマくれると強化できるんだけど、いろいろ施設壊れたら直さないといけないのかな、施設も。そういうのにも素材必要。てか海側から来るのって海洋生物だから基本サハドな気がするんだけど。さあこれで大したもんでしょう。ドギってそんな声だっけ。決まってこうぜ。さあ上か。はいはいはい。落射ビーム、落射ビーム。落ちんだよ落射ビーム。 OK。 でまず第一陣倒して、でまだ来る。落射ビーム、落射ビーム、落射ビーム。落射ビーム本当に便利な範囲攻撃だ。 OK。助太刀ってもいない、あ、いるな。湧いたか。てしゅん、てしゅん。はい、ドギ、海側。アドルの役目がないな、これ。はい、サハドバーン、サハドビーム、サハドビーム、サハドビーム。強いな、ほんとに。あ、まだいるの。カニ、カニ、カニクラッシュ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 。オッケー。ウェーブ何回これ。まだある。カトリーン様がいるな。カトリーン様がちょっといるな。左、右上アイコンに。なんかスキルチャージしてんな。あれ順番待ちしてんの、もしかしてスキル使う。支援スキルの順番待ちしてんのかな。これで終わり。えらい、えらい。まだだよね。はい、ファイナルウェーブ。さあ、どっちから来る？同時？はい、サードパーンチ、サードパーンチ。オッケー。これ楽しいな、本当に。なんかいる。かバカお前やめなさーい。壊された、1個壊された。次はいて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 、やめなさい、ここです。で上か。はい、クワック、クワック。 OK。 なんか全然来ないな、ファイナルにしても。クワック、クワック。状況連絡、状況連絡。エアリアル、エアリアル。違うの、ウェイクアップ、ウェイクアップ。カニか。で、あい、あい、使うよ。もうどんどん使ってくよ。ドギハン優勢、ドギハン優勢。ハンマー、ハンマー、ハンマー、ハンマー。2体か。モス級2体か。ちょっときついな。油断すると死ぬぞ。このゲームがナイトメアということを忘れがちだ。はい、はい、はい、はい。餅つきドーン、餅つきドーン、ドーン、ドーン。強くね、強くね。ああ、カマ手に入った、ラッキー。いってか強くないか、うちのチーム強くないか。なんかこれ必殺技ってか SP 使い放題に近いからすごい楽だけどね。そんなに難しくない。ナイトメアだから地獄かなと思ったけど、そんなことなくて助かるな。 OK。 お疲れさん、お疲れさん。さあ、どんなもんだった。リザルト見てなかったんだけど。あ、オッケー、リザルトね。1個壊されたな。まあ、こんなB か。B か。影でちょっと練習しよっかな。練習っていうか、アイテムいっぱい手に入る。これでレベル上がると嬉しいんだけど。うわーい。これ、くれすぎだよな。甘い妙薬もくれるのか。それ嬉しいな。はい。粘液。あ、ランク B のやつだ。いいやつだな。えい、クリアー。これはぜひやっていく方がいいっすね。てか、だいたい水晶来たとこで、迎撃戦が始まるんだったら、それはそれで嬉しいしな、楽だしな。戻ることもできて。はい、お疲れ。今回も無事に、成し遂げたか？成し遂げたかじゃねえな。アドル、助かったぜ。よければこいつを持っていってくれ。あ、さらにくれんの。ありがとう！完熟してないけどね。
完熟してる方が嬉しいんだけどな。おい、話をする。今回も無事に守りきることができた。これも君のおかげかもしれんな。これで島の状況がつかめてくれば、脱出計画にも少しは目処が立つだろう。探索の方も頼んだぞ、アドル。ありがとう。なるほどね。フリホ娘どこ行ったのよ。なるほど。漂流者の集まりにしては、なかなかの結束力のようだ。ここにいる間は、俺も相応の働きをさせてもらう。だが、いつまでもそうとは限らん。俺のことは、俺が決める。なるほどな。ラスボスこいつかな。ヒュンメルが突然、どうしてだよ、ヒュンメルつって戦いになるのかな。あ、カーラン教について話してる。女子二人で。なんとか村を守り抜くことができて、ほっとしました。なんで染めたの？ねえ、なんで染めたの？本まで染まってない？右下の。でも、このままずっとうまくいくものでしょうか。ドギーに協力して、迎撃用の施設をもっと強化したいところですね。オッケー、しとけってことね。何年も武器と向き合っていると、その状態から、自然と持ち主の心構えが伺い知れるようになるわ。雷帝とかな。雷帝とか持ってるからな。落車のレイピアには迷いから生じる傷が多かったけど、今では随分減ったわね。これもアドル、あなたの勇ましい剣をいつも近くで見ている影響かしらね。嬉しいこと言ってくれるじゃん。その影響でこの髪の毛の色になってしまったっぽいんだけどな。それはいい影響を与えたのか悪い影響を与えたのか考えどころではある。さあ、アリスンちゃんは今回は、まあ、技を封じていたんだろうな。技を封じていたからあんなに倒してなかったんだろうけど。ふ。なんだかすいません。くたびれた顔を見せてしまって。実は最近たまに気分が優れないことがあって。と言っても、大したことはないので、どうかご心配なく。ご注文があれば何でも言ってくださいね。なるほどね。さあ、こっちに。これ男子部屋か。男子部屋か。いる部屋は正しいか。あの船長も気に食わないだーる。なぜいつもこのカーランに命、ガーランの命令を聞かんのだ。あげく断るごとに手を貸してほしいなどと申すのだ。この私に向かって、まったくふざけておる。ふん。獣の襲撃がやまんのも、あやつの急、怠慢のせいではないのか。コメントなし。コメントなし。大してあの人に変わりはなかったからコメントなし。女子部屋にサハドがいることはない。ってことはサハドは上かな、また。上で、物見やぐらで見てんのかな。なんか流れ着いてる。なんか流れ着いてる。レシピ帳。ラタトゥーユ。ラタトゥーユ。ラタトゥーユってなんかどっかで聞いたことあんな。どこだっけ？なんか別のゲームで聞いたことあるよね。ラタトゥーユ。なんだっけ、なんか聞いたことある語感だな。てかサハドどこ行ったの。ラタトゥーユは行ったけど、レシピ手に入ったの嬉しいな。これ料理だろうな。こうやって手に入れるのか。なるほど。普通に座ってたわサハド。ごめんサハド、普通にいたんだな。お前よ、お疲れさん。みんなちょっとずつ迎撃戦に慣れてきた気がするけどな。漂流者たちは増えてきたし、ヒュンメルの銃も強力だし。確かに確かにな。ヒュンメルの銃はファミ2に乗るぐらいだもんな。この調子ならもっとより早く島からおさらばできそうだな。ああ、サハドがいるおかげで結構落ち着けるね、本当に。サハドはそんな感じの人だね。ちゃちゃちゃ、サハド。わかったわかった。主張すんな、主張すんな。褒めたからって調子乗んな。あれ違うの、ラタトゥーユは。ラタトゥーユは。ラタトゥーユ違うの。ラタトゥーユ誰かに見せないといけないのかな。そういうこと？いやあ、アドル君、今回も無事に村を守りきることができましたね。これもバルバロス船長の的確な指示の指揮のおかげでしょう。アドル君と船長がいてくれれば生きて帰ることも夢ではないはず。僕も希望が湧いてきましたよ。ああ、大人な感じだね、キルゴールさんは。なるほどね。はい、じゃあ一旦ここで休憩しましょうか。はい、ラタトゥーユとかはなんか陰で見ときます。ありがとうございました。ありがとうねー。